どうもつぶつぶです。暖かい日が来たり寒い日が来たり、寒暖差のおかげで多肉たちが日に日にその個性を発揮しております。見るたびに可愛くなる、そんな感じでしょうか。見るたびにといっても、今見てちょっとよそ見してまた見たら可愛いなんてことが、あるんですね。ありますね。そんな素晴らしい季節になってまいりました。そして日に日に可愛くなっていく多肉たちを見ると、どうしてもやってみたいのが葉挿し。なので時々来る暖かい日にちょっと秋のような面影があるので、葉っぱを取って葉挿しをしてみたけど、なかなか芽も根も出ない。それもそのはず、適期ではないのでなかなか成長がゆっくりめですが、葉っぱを取ったなら何とかしたいのが親心ということで、寒くても芽も根も出る方法をお伝えします。それでは早速葉挿しの説明をする前に、まずは大前提として、葉挿しの適期は春か秋、さらにやや葉挿しが難しい品種に限って言うと、春や秋の気温が高い時がおすすめ。夏は根も芽も出やすいですが、やや管理が難しいです。溶けてしまったり遮光が必要だったりと、いろんな工夫さえすればすくすく育つ場合も多いですが、やはり春や秋なら何の心配もなくすくすく育ちます。なので冬も同じで、なかなか芽も根も出ないので、できれば春まで待ってあげた方がいいかもしれません。今葉っぱを取っても、春葉っぱを取っても、出来上がり完成株になるのはだいたい同じ時期です。もちろんご自宅にビニールハウスなどがある場合は話は変わってきますが、一般の家庭で言うと春に葉っぱを取ったもの、めちゃくちゃ成長が早いです。ですがお部屋の中でも多肉を楽しみたい、葉っぱから芽が出てすくすくゆっくり大きくなっていく様を毎日眺めていたい、そんな楽しみもめちゃくちゃあると思います。実際めちゃくちゃ可愛いので、そういう方にはちょっと葉っぱを取って今からお伝えする方法でちょっと芽を出して楽しんでもいいかもしれません。さらに秋に葉挿しをしたのに芽や根が出ない、もしくは芽が出ているどちらか一つの場合、そんな場合も同じ方法で一旦成功を促してもいいかもしれません。それでは順番に説明します。まずは冬の葉挿しについて、ズバリ葉っぱが成長する木、芽や根を出す木満々なら葉っぱ取っても大丈夫です。紅葉する多肉たちなどはとても分かりやすい。例えばこんな感じ、こちらはお姫。お姫も紅葉する前はこんなにグリングリン、やや紅葉が始まっていますが、少し紅葉が進むとこんな感じ、さらにもっと紅葉が進むと、はい、こんな感じ。これで5割程度といったところですが、ここまで赤くなるとなかなか葉挿しの成功率落ちていきます。こんな感じの時がおすすめ。紅葉しない多肉たちも夏と比べてグリーングリーンが白くなったり、黄緑色だったものが薄い黄色になったりと、色素が落ち着いてきたら、やはり葉挿しの成功率下がっていくので、春まで待ってあげた方がおすすめです。そしてさらに言うなら、こちらのグリーングリーンした葉っぱをいっぱい取って葉挿しをするためにトレーなどに置いておくとどうなるか、どうでしょう。比較的暖かいところに置いても朝晩の寒暖差でこんなに紅葉します。すごいですね。ここまで紅葉してしまうと、外で差しっぱなしにしていても根や芽はなかなか出ません。一工夫すれば大丈夫なのですが、その一工夫がなければちょっと成長しないので、その辺をご注意。それでは早速その一工夫なのですが、めちゃくちゃ簡単、ズバリ温度があれば大丈夫、たったこれだけです。なので暖かい環境、25度前後の環境を用意できれば何でも大丈夫ですね。外に置いていても25度ぐらいにならない環境であれば、やはりなかなか成長はしません。ですがどこに置いていても25度前後の環境が用意できれば、芽も根もしっかり出ます。それではご自宅で簡単に25度の環境を用意する方法なのですが、こんな感じ、何でもいいのでお皿などを用意して、これにラップをかけるだけです。じゃん、安心と信頼のサランラップ。そうですね、サランラップのこの粘着度が一番いいと思います。はい、こうして、はい、こう、できました。ビニールハウスの完成です。これだけで大丈夫。ただし注意点があります。
こちらを暖かい日の直射日光の下に置いてしまうとめちゃくちゃ温度が上がる可能性があります。なので気温が2桁温度ある方は明るいところで大丈夫です。直射日光の当たらない外の明るい場所、風のない場所がベスト、もしくはご自宅の中の1日中日が当たる場所ではないところの日当たりのいい窓辺、ちょっと中途半端な表現にはなりますが、ずっと日が当たるところに置いておくとさすがに温度が上がりすぎるかもしれません。なのでそこそこ温度が上がるところで挑戦してみましょう。結構温度が上がっても煮えるなんてことはなかなかないので、そんなに失敗はないと思います。ですが各ご家庭の環境ちょっと異なると思います。なのでまずはもしも傷んでもいいかなという葉っぱを 2,3 枚入れて挑戦してみてもいいかもしれません。もしくは大きなお皿の場合、まずは温度計を入れて、そしてラップをかけて置く予定の場所に置いてあげて、そこの気温が35度以上にならなければまあ大丈夫です。たったこれだけで目も根も冬でもじゃんじゃん出ます。もしもちょっと出が悪いなと思ったら、1週間ぐらいしても全く動きがないよという方は霧吹きをシュッとこんな感じで蓋をしてあげれば大丈夫です。素晴らしい。その際下にティッシュなどを1枚敷いてあげてもいいと思います。これで簡単に出ます。特にエケベリアなどちょっと葉差しができにくいものもこちらの方法でかなり出るのですが、めちゃくちゃ発根の確率の高い白牡丹や姫秋麗、レッドベリーや虹の玉なんかもそうですね。とにかく成功率のめちゃくちゃ高いものはラップもいりません。お皿に置いて転がしてお部屋の中の明るい場所に置いていれば出ます。ああいったつぶつぶ多肉たちは一工夫がいらないと思います。しばらくするとこのように芽も根も出たり、芽だけが出たり根だけが出たり、そんな感じだと思います。そうなったら土の上に置いて、春や秋と同じように土の表面が湿る程度お水をあげれば大丈夫です。根しか出ませんよという方、2シーズン待ってあげましょう。今度の春まで待ってあげて、さらにその葉っぱだけがどん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 大きくなっていくと思いますが、秋まで待ってあげて、もし芽が出ないなら残念ながら諦める、もしくは葉っぱだけを楽しむ、そんな感じです。こちらを気温が0度以下にならないところですくすく育ててあげましょう。もちろん葉差ししたもともとの品種は寒さがめちゃくちゃ強い品種の場合はその親株と同様の育て方で大丈夫ですが、それでもやっぱりお部屋の中や気温があまり下がらないところで育ってあげることによって成長がかなり早いです。ある程度大きくなったら厳しめの環境に移してあげましょう。どん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 可愛くなる。ということで今回は冬の葉差しのワンポイントお届けしました。いやー、冬でも葉差しを楽しめる、そんな一工夫があるんですね。しかもご自宅にあるものでできます。めちゃくちゃ簡単、100均さえ行かなくても大丈夫。はい、はい、どうぞ。葉差しの芽がどのくらいの大きさになったら他の多肉たちと同じ管理方法で大丈夫でしょうか？素晴らしい質問ですね。それはで言うと、めちゃくちゃちっちゃい芽でも実は同じ管理で大丈夫です。ただ成長はかなりゆっくりめになります。多肉育って長い方、一度や二度経験はあるんじゃないでしょうか。いつの間にこんなところに生えてんの、外の多肉パトロールをしていると地面のところにチョンチョンチョンみたいなのがありますね。めちゃくちゃ可愛い。あれ、全く親株と同様の育て方なのにあんなにモリモリになっている、そういうことですね。ですがポイントがあります。大きさよりも育っている環境が著しく変わらなければ大丈夫。例えば芽が出た環境が気温が20度から25度の場合、いきなり寒さに当ててあげるとちょっとびっくりします。なのでそういった株は少しずつ大きくなったら一旦0度以下にならない外などに置いてあげて、寒波が来るときは直してあげる、そういったことを何度か繰り返しているうちに葉っぱ肉厚になってくると思います。キュッとコロッとなってきたらもう他の多肉たちと一緒で大丈夫。それまではちょっと愛情たっぷりに育っているので葉っぱがビヨンビヨンと伸びてます。そういった頃はお父さんお母さんのような育て方よりもちょっと優しい感じに育ててあげましょう。ありがとうございます。はい、いえいえ、こちらこそ。可愛い多肉たちを見て
増やしたい気持ち、もり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 湧き上がってきますが、ちょっと春まで我慢してもいいかもしれません。ですが、ゆっくり楽しむなら冬もおすすめ。